はい、今ね、タイとカンボジアの国境の川を渡ってます。めっちゃ汚いけど川を渡ってみながら、で今から、タイの入国をします。後ろがカンボジア、前がタイ、でここからイミグレーションで入国カード書いてやりますね。ここでね、多分上に上がらなあかんかったよね。待ち合い所みたいなのかな。なんやろ、まあ、撮影したらまた怒られるわ。この1階で、入国カードもらって入国カードを書きました。今から2階に上がって入国します。バスのとこまでスクーター行ってます。でパタヤまで5時間。めっちゃ遠いやんこれ。バスターミナルで待ってる間、なんか散策なんもないな、ガラガラやな感じだね。なんもないわ。でアラインヤプラテートからパタヤに向かうワンボックスバスの中です。バスで5時間かかるらしくて、4時に出発して9時に着けばいいんだけどね。どうでしょうか。ガソリンスタンドで休憩、めっちゃ長い。4時から乗ってて今6時40分。まだかかるよね。あと3時間ぐらいかかるんちゃうか。じゃあもうちょっと頑張って乗ります。休憩中の、トイレこんな感じ見えるかな。こんな感じだね。和式な感じでここに水があって流す、桶で作って流すみたいな感じですね。まあまあだいぶ綺麗になったよね。本当一時に比べたらタイは最高やね。はい、トイレ女子はあっちや。バンのガソリンを入れるわけではなく、なんとなく休憩みたいな。もうすぐ着きます。とりあえず給油、こんな感じでこっちの給油します。ガスや、ガスを入れてるって感じ。これが溜まってんのかな。今日はこんな、15人乗りのワンボックスで約5時間、来てます。もうすぐ到着、交互期待。あっちはガソリンやね。あっちはスクーターガソリン、セブンイレブン。タイにはセブンイレブンめっちゃあります。到着しましたよ、やっと。5時間かけてここから、タクシーに乗って宿に行きます。宿はまではグラブやね。グラブをちょっと起動するので、レギューバイクタクシーで行きます。おー、見えた。ルームナンバー4、3、4、ルームナンバー4ありましたね。
どんな部屋でしょうか。まあまあ十分やね、普通に1000円の宿っていう。パタヤのこの辺エリア初めて来るけど、あのナイトマーケットに行きました。なんていうか、パタヤナイトマーケットって分かんないけど、まあ、とりあえず着いてチェックイン終わらして、腹ペコなんで何か食わなあかんなって感じ。誰やねこいつ。プロシア、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 ジャパン、オーカジャパン、ジャパニー、ジャパン、ヤクザ、ヤクザ、ヤクザ。なんか絡まれるロシア人。そうなの。パタヤってね、ロシア人がすごい多くて、なんかね、ロシアの軍のキャンプ地があって、でそこで、退役軍人たちがこっちに移り住むっていうね。感じで、パタヤすごいロシア人が多いです。さあ何食おうかな。とりあえずビールかな。すごいね、ステージとかもあって、ステージもあって、何がいいかな。何食うかな。さっきのロシア人、どっから来たんやで、日本やんやヤクザー言うと。パタヤのね、ウォーキングストリートっていうところに来ました。パタヤのね、えのき通りということで、めっちゃ人おるし、今日は水曜日なんだけど、曜日関係のめっちゃめちゃ人おるし、ウォーキングストリートを歩いてます。山盛りキャッチされるかも。パタヤ君の何年ぶりかな、1年ぶりぐらいかな。すごいね、いつ来てもすごいわ。パタヤはすごい活気と熱気と人の多さと、今日はいつもより少ない感じかな。パタヤもいっぱいかよ。コンテオっていうね、トラック、乗り合いトラック乗ってます。はい、ハロー。Where are you from? I'm from Russia. Russia? Yeah, Russia. From Japan. Yeah. Many Russian here. Are you living in here? Just travel. Yeah. Visitor. これがソンテウで、同じとこぐるぐる回ってて、1回乗って10バーツ。ぐるぐる回ってるからずっと乗ってれば、いや、最後下ろされる。あ、最後下ろされる。最後下ろされる。そういう感じかな。です。ぜひ皆さん乗ってみてください。